皆さんからパワーを送る時間になりますよ。今 GT500 のマシンからゆっくりと先行するセーフティーカートヨタ GR スープラ、さあその先導車に引っ張られまして、カーナンバー19番、今 DGR コーナー1コーナーを回ります。1コーナースタンドの皆さん、全部の車にいいレースになるようにパワーを送ってあげてください。さあ続いては駆け下る2コーナーからコカ・コーラコーナー、コカ・コーラコーナーの皆さんも手振ってますか、旗振ってますか、ドライバーたちに応援が見えるように。
ームが有利なのか想像しながら実況放送と一緒にお楽しみください。さあメーカーも兼ねておりますデイキーカーの GR スープラが今ピットロードの方へとステアリングを切ってくるか。今グリッドのモードをオフィシャルが出している。ここから2列の隊列になります。カーナンバー19番坂口瀬奈、2度目のポールポジションからまずはレースをリードすることができるか。横浜タイヤのフロントロー24号車はレッドの初優勝を受けてまずはホールショットを取りに行くか。さあ GT500 いよいよ450キロ、100周のバトルのそのシグナルが変わろうとしています。2022オートバックススーパー GT ラウンド2ファブホテル富士 GT450キロレース、レッドシグナルからグリーンに変わりました。今レーススタートになりました。さあまずは坂口瀬奈がいいスタートだ。そしてその後ろからは佐々木大地、カーナンバー24番が続いているが、アウトサイドから3号車だ。アウトから3号車が2番手に上がったか。おーっと、そして GT500 が早くも1コーナーで接触だ。64号車の NSX でしょうか、止まっている。さあ2番手上がってきました。そして GT300 は現在コントロールラインを
ります。2周終わったところでカーナンバー10番が現在先頭、2番手がカーナンバー61、さらにはカーナンバー96が現在は3番手ということになっています。状況が分かりましたらお知らせしましょう。さあ、そしてここでカーナンバー6番、ハンデリス。
カーナンバー4番の初音区、さらにはカーナンバー52番の埼玉県ですと、
終わってますよね。